おはようございます。国分寺駅南口にあります、額縁と洋画材料専門店次男画房2代目店主長谷川です。いつも頭に手ぬぐい巻いております。はい、今日は2017年、9月7日の木曜日、時間は午前、5時13分ぐらいですね。東京小金井市の今朝の空模様です。多分ね、日の出の時刻がついさっきだと思うんで、だんだん明るくなってくるような感じです。雲がね、今日は久しぶりに少なめで青空見えてますね。はい、遠くの景色はちょっとガスってる感じがしますが、今日はですね、気温が30度超えするみたいです、予報では。ね、湿度がちょっと高めなんで、ムシムシした天気になるみたいです。昨日、おとといとね、涼しくもないか。でもね、ちょっと朝晩はね、もうだいぶ肌寒いんで、日中はね、暑いと体調管理なかなか難しいと思いますが、皆さんも気をつけてください。はい、次男画房は本日も朝10時開店予定です。皆様のご来店、心よりお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。